中学生の時に、某ソプラニスタの岡本智隆さんのリサイタルを、おばあちゃんから、チケットを出されて、これ聴いてこいということで、主役っていうよりかは、その、脇役というか、バイプレイヤー的な側面のある役の方が、すごく、やりがいがあると思ってて、主役を、立てるっていうのもあれなんですけど、立てつつ自分もこう目指すというか、仕事をちゃんとするみたいな、それで、共演者なりお客さんに、あ、こいつ、ちゃんと仕事してんなみたいな、そういうふうに評価してもらえる方がなんか嬉しいというか、最終的にはこう山田がいればこの舞台盛り上がるんじゃないかとか、なんかそういうのをこう期待してキャスティングなりしてくれたり、そういうふうに僕を使ってくれたりしたら嬉しいなと。そうですね、僕が演じるブリントというのは弁護士、肩書きは弁護士という役なんですけど、でなぜか今回2人いるっていう、どうやらその人間の持つ二面性をこう2人ニコイチで体現したような感じで、でトンショ君のブリント T っていう方はどちらかで言えば光表の方で、僕は闇、裏の面ということで、毒々しくしすぎてもなんか、なんだろう、見てる人が引いちゃうというか、なんかそういう風になっていくから、なんかそう、ちょっとこう愛される面もありつつ、普段はめっちゃ毒入ってるみたいな、そういう風に持っていけたらなとは思ってます。